NPO 法人 GID メディアスタッフの園田純です。 FTM です。今学校や職場などでもしかしたら自分の本当の気持ちとかを言えずに辛い思いをしている人がいるかもしれません。僕ももともとは、治療をしてもう男として隠れて生きられればそれでいい、 FTM でバレなければそれでいいと思いながら若い頃は生きていました。しかし、今はその GID メディアを通していろいろな人たちに出会って、聞かれれば特に隠すこともなく FTM ですよということを言えるような自分になれました。きっと今その自分が置かれている環境で辛い思いをしている人たちというのはきっと視野が少し狭くなってしまっていると思います。だけどもっと広い目で人生を見てほしいなと思います。学校や職場などでもし自分の気持ちを話せないとしても今はインターネットなどもありますし、そういったところできっと気の合う仲間を見つけることができると思います。また GID メディアでは月に一度交流会も行っていますし、他の団体もそうやって交流会やオフ会などを開催していますので、そういったところに足を運んだり、インターネット上で誰かにまずはメールを送ってみたり、自分の気持ちを話せる環境を作ってみてください。そこからきっと新しい人生が始まっていって、あなたもきっと将来は楽しく生きられると思います。大丈夫、一緒にハートをつなごう。